皆さんこんにちは、なおこです。今日は、皆様にまずお礼を言いたいことがありまして、 YouTube がついに登録者1000人を超えました。本当にありがとうございます。もうこの1年半ぐらいかな、ちょうど1年半ぐらい YouTube を、まあそんなに頻繁には上げてなかったんですけど、コツコツまあ続けてきて、やっと1000人いったという感じで、はい。で、すでにもう1236人、今現時点でですね、1236人も行きました。ありがとうございます。多分ね、 TikTok の方が今もうすぐ4万人フォロワーを超えようとしているので、そちらから来ていただいた方もいるかと思うので、今日はまあ1回もまだしていなかったと思うのですが、自己紹介と、まあ今インスタとか TikTok で募集してる質問から、まあ、何個かしかちょっと答えられないんですけども、ピックアップして答えていきたいと思います。はい、ということで、まあ、はじめまして、初めて見てくださった方、はじめまして、なおこリスという名前で、まあ、YouTube や、TikTok をやっております。なおこです。こんにちは。出身はもともと京都に住んでいます。京都弁が、まあ、よく出てるかなと思うんですけども、はい。で、自己紹介って何言えばいいのか。よく現役 CA さんですかっていう質問もよくされるんですけれども、私はもともと日系の、エアライン、日系のエアラインで働いていました。数年ぐらい働いて辞めました。辞めた理由は詳しくはこちらのビデオに上げてはいるんですけれども、まあ、一番大きい理由としては本当に体調が合わなくて、なんか味覚がなくなったり中耳炎になったりとか、まあそういうことがあって、体調を犠牲にしてまで長く続けていきたいなというモチベーションが上がらなかったということが理由です。はい、まああとで CA のこともちょっとお話ししていきます。で、まあよく聞かれることは、身長は 169.3 ぐらいです。血液型は B 型、誕生日は11月9日、サソリ座です。サソリ座で B 型ってすごいなんかちょっと怖そうなプロフィールなんですが、はい。そんなことないです。まあ、TOEIC とかもよく聞かれるんですけど、英語に関して言うと、まあ、TOEIC は960点です。ずっと満点を取りたいなと思ってるので、また満点が取れるようにね、これからも勉強していきたいと思います。で、IELTS は 7.0、アカデミックで言うと 7.0 持ってます。あと他にもまあ資格はいろいろ受けてはいるので、まあ、もし資格のことで質問がある方、また、質問してください。で、今何してるんですか？すごくよく聞かれるんですけれども、まあ、メインは英語をオンラインで教えています。で、それを言うとよく、まあ、英語教えてくださいって言ってくださる方が最近増えてきて、すごく嬉しいんですけれども、今その仲介のなんて言うんですかね、業者っていうか英会話のそういうところに登録してやってるので、まあ、こういう、そういう方が増えてきているので、まあ、嬉しいことに。なので、まあ、これから自分で、まあ、そんな大したことじゃないです。企業とかじゃないですけど、自分で、まあ、予約を受けて、オンラインレッスンをするっていうのをやってみようかなと思っているので、また、それも、告知させてもらいます。もしよければ、受けてみてください。で、なので、今、メインは、まあ、英語を教えてるのと、他にも、まあ、ちょっとジムとか、まあ、いろいろね、やってはいるんですけど、あんまり、こう、細かく言わないようにしています。で、私よくライブ、TikTok ライブを毎日、最近本当にでも結構毎日やってて、まあこれから減っていっちゃうかなと思うんですけども、ライブしているので、よければ質問とかもそのライブ中にしてみてください。結構夜の9時とかからが多いかなと思います。インスタの方で、ライブしますっていう告知もまあたまにしてるので、それも見てください。で、あとですね、よく聞かれること、まあ趣味とかこの間聞かれて TikTok のビデオでお答えしたんですけども、結構ダンスをすることが好きです。うまくはない、そのうまい下手とかじゃなくて、普通に趣味でダンスすることが好き。で、カナダとかでもヒールダンスとかを週2ぐらいで通ってました。で、結構ライブ中に K-POP とかを流してるんですけど、まあ K-POP も本当に好きで、韓国語も勉強しています。韓国語はよく韓国語話してって言われるんですけど、私本当にそんなにね、喋れなくて、別に初心者なので、はい。まあ、ライブ中にちょこちょこお話ししたりはしています。TWICE で好きなメンバーは誰ですか？モモ？まあ、なんでこの旅人さん分かってくれた？モモリンが好きです。ダンスが上手いんで、見ててかっこいいなって思います。
で CA さんで大変だったことっていうのもよく聞かれるんですけど、まあそれは辞めた理由とほぼまあ一緒になるかなと思います。結構体が私は合わなかったので、最初慣れるまでが本当にしんどかったです。まあ慣れてからもちょっと結構崩しちゃって、よく休みがちになったりとかしてしまったので、はい、私は体が合わない、こう生活のリズムがなんかなかなかこう自分に慣れてくれないのが結構辛かったです。CA やってて楽しかったことは、まあ本当に一回一回の仕事が全部違う、まあ接客だったら当たり前かもしれないんですけども、なんか機材も違う、お客様も違う、路線も違う、働くクルーも違う、でサービスの内容も違うってなると大変。その分勉強を毎回毎回していかないといけないんですけど、それがまあ私にとっては結構楽しくて刺激になっていました。なのでやっぱり働くクルーの方も本当にいろんな方と飛ぶので、いろんな出会いがあって、そういうなんかなんていうんですかね、本当に刺激がたくさんある仕事だなっていうふうに思いました。あ、おいくつですか？すいません。おいくつですか？29です。29歳です。で、CA になるんですけど、CA になるために何かできることってありますか？ってよく本当に聞いてくださるんですけれども、まあ、まずはやっぱり、性格がどう、人柄がどう、経験がどうっていうよりも前に、まず一個大切なことは、やっぱり英語力っていうのはどうしても、その、基準があって、そこでこう落とされたり、受かったりっていうところで結構、ね、採用、不採用に響くと思うので、やっぱ英語力っていうのは大事かなと思います。なんかよくどれぐらいっていうのを聞かれるんですけど、まあ、日経だと TOEIC でまあ600が基準になっているので、まずはまあその600っていうのを目標に勉強してみるのがいいんじゃないかなと思います。外資だとねもっといるんですけども、はい。でまあそれに加えて、まあ、アルバイトとかできる方はやっぱり接客のお仕事をいろいろやってみる、いろんなお客さんに出会って、いろんな対応して経験を積んでいくっていうことも大切だと思います。それはなんで大切かなっていうと、まあ、面接の時とかにやっぱりこう聞かれる質問って結構自分の経験を踏まえてこうお話できた方が良かったりするので、まあ、本当にまあ接客だけじゃなくて、まあ、留学したい人は留学したりとか、大学で部活したりとか、自分のその経験値を上げる、まあ、いろんなことに挑戦してみるっていうのがまあありきたりではありますけど、本当に大事なんじゃないかなと思います。CA になろうと思ったきっかけに関して言うと、私大学生の時にいろんなアルバイトをしてたんですね。本当になんか接客系ので、その中でスポーツジムのインストラクターの仕事もしてたんですけど、まあ、トレーニングの方法を教えたりとかしてたんですけど、その時に、まあ、いろんな会員さんとすごく仲良くなって、でその会員さんの一人がお一人が私に、なんか直子さんって CA とか英語もまあ喋れるし、CA とかやってるとすごい合いそうだよねって、合いそうだよねって言ってくださって、その時に私、CA っていう選択肢が自分の中で一回もなかったんですけど、私なんかが CA 目指していいのって思ってから、CA か、みたいな。まあ仕事内容を調べたり、どうやってなれるか調べたり、そこでいろいろ調べて、私も本当にいろんな YouTuber さんとか見たりとかしました。で、そっからですね、まあもうやるって決めて、でエアラインスクール大学行きながら半年ぐらい行って受験しました。なので私はちっちゃい時からずっと CA に憧れていたとかそういうわけじゃなくて、英語もずっとずっと中高コツコツ頑張ってきたとかじゃなくて、本当に全部大学の就活ギリギリに英語、まあギリギリに留学も行ったし、エアライン CA になろうって決めたので、今よく DM とかで中学生なんですけど、今から英語全然できなくて、今から目指すのって厳しいですかねって言ってくださる、まあ、DM くださる方もいるんですけど、もう全然そんなことないと思います。ほんまに中高の時とか英語の授業を受けてただけで、英語に関して何も興味なかったし、ほんまに全然遅くないと思います。はい。なので私のきっかけっていうのは本当にそういう些細なきっかけだったので、まあそういう、でも大学生の時にいろんなアルバイトをして、いろんな一人出会って私に合うような仕事を教えてくださった、まあ結局辞めちゃってるんですけど、方にも感謝してますし、はい、ということで人との出会いを大事にしたらいいかなと思います。飛行機に乗ってる時に意識してたことってどんなこと？私はこれは CA やった時とかじゃなくて、本当に常にこう意識するようにしてることは、なんかね、ハキハキと話すことです。まあその威圧感があるハキハキではなくて、ちょっとこう自信がなかったり失敗しそうな時って、どうしてもなんか、あ、そ
そうですね、それはってこうちょっとちっちゃい声になって視線もこうなんかこう泳い目線も泳いじゃったりっていうする時がたまにあると思うんですけども、クレームが来た時もどんな時でも一応やっぱりこうお客様には、お客様やまあ周りの人ですね、人に対してしっかりと毅然とした態度で対応するようにしています。それ何がいいかっていうと、そのハキハキと話していると向こうも私が間違ってハキハキ間違っていると、ハキハキ間違っているとなんか向こうもね普通に結構指摘してくださるんですよね。こう自信なさそうにこうやってやってるとなんかこの子なんかこういうこと言ったら大丈夫かなって思われちゃったりするので、結構ハキハキ話して間違っていると結構普通に直していただけたり、なんかそのクレームが来た時どう対応してましたか、怖いお客さんがいてみたいなのあるんですけど、なんかやっぱ怖いお客さんだとしてもこちらがそのなんかすごいこういう態度で聞いてしまうと向こうももうもっとねエスカレートしちゃうと思うので、ちゃんと聞いています、はいはいっていう、こう真摯に対応してる態度を出す方が私はいいかなと思うので、そういうことは意識してました。まあ私生活でも友達と話すときにハキハキ話してるかって言われたらまた違うと思うんですけど、まあ初対面の方とかお話しするときにはやっぱしっかり目を合わせてハキハキと話すように心がけてます。で、韓国語はどうやって覚えましたかってすごい聞いてくださるんですよ、勉強法とか。私は、韓国語はですね、半年間は大学の授業を取ってました。そもそもカナダ留学にいた時に、今韓国の友達がたくさんできて、韓国の友達に気が合う子がすごく多くて、もっとこう韓国語とか韓国の文化勉強してみたいなと思ったので、留学に帰った後に韓国語を半年だけ、本当に基礎、ハングルから。もう何も読めなかったですね、その時は。からもう勉強していきました。で、そこから、ちょこちょこずっと、まあ、こういう勉強はしてないんですよね。どっちかっていうと、ほんまに韓国ドラマをずっと普通に楽しくて見てて、音楽も好きで、まあ、TWICE とかブラックピンクが特に好きなんですけど、まあ、他にいろんな歌手の方の曲を聴いたり、なんか気づいたら韓国語漬けになってて、生活が。なので、やっぱ耳から入っていったのが大きかったかなと思います。よくね、どういう本で勉強しましたかって聞かれるんですけど、あんまりこう本っていう本は使ってなくて、ある程度のまあ文法力っていうのがついたら、あとはこう本当に聞くことが大事かなと思います。歌でもなんかなんて言ってるかわからへんけど聞いてたら、後々歌詞見て聞いた時に、あ、こうやって言ってるんや、こういう文法なんやっていうのが分かるようになる時が来ると思うので、まあ本当に語学の勉強どちらにも、まあ英語の勉強もよく聞いてくださるんですけど、まあそれはまたねちょっと詳しい動画にしようかなと思うんですけど、英語も韓国語もやっぱりある程度基礎のまあ文法かな、文法を知った後にはもうあれがいいと思います。ほんまに耳から、1日の間で1時間でも10分でも30分でも増えたり減ったりしてるけど、でもいいからもう聞き流すのでもいいと思います。ほんまに前も言ったけど、ラジオとかでもいいし、なんか音楽でもいいし、ドラマでもまあ1日1エピソード見るとかでもいいと思いますし、聞く時間もう何時間とか増えていくほど、どんどん留学ってやっぱ一気にバッと半年とかで、なんやろ、英語に触れる時間がこう持てるからリスニング力が伸びたりすると思うので、まあ、それは本当に国内にいる時も一緒で、まあ、英語漬けにするのは難しいかもしれないですけども、その英語に触れる、韓国語に触れる時間を増やすと、どんどんやっぱこう上達していくんじゃないかなと思います。で、私のまあ経験に関して言うとですね、そのまあ大学の時に10ヶ月ぐらいトロントに語学留学をしてまして、でその後卒業して、まあ、大学では心理学を学んでたんですけども、卒業して CA になり、まあ、数年で辞めて、またカナダの、バンクーバーに、まあ、ワーホリ学生ビザを使って行きました。はい、なので、まあ、カナダ留学についてのビデオもちょこちょこ出してるので、まあ、興味ある方は見てみてください。で、メイクとかスキンケアについて教えてくださいって結構言ってくださるんですけど、まあね、ライト当てて美肌フィルター、今は何もフィルターないですけども、ライト当たってるので、まあ、肌は若干綺麗に見えますけども、そんな大したことなくて、まあ、でもよくね知りたいって言ってくださる方がいらっしゃるんですけども、一応 YouTube にこの動画、ナイトスキンケアとメイクの動画も上げてるので、よかったらそっちも見てみてください。はい、まあ、いただいた質問何個かしかピックアップできてないんですけども、こんな感じです。
はい、ということでですね、まあこれから YouTube も、まあちょっとね、更新最近あんまりできてないんですけど、今 TikTok で毎日更新なるべく頑張ってやってるので、よかったらそっちの方も見てみてください。はい、ということで皆さん、1000人、本当にありがとうございます。これからも頑張っていきたいと思いますので、またリクエストなどございましたら、コメント欄にお待ちしております。なんか言いにくいことであれば DM でもね、結構、一応ちゃんと返してはいるので、はい。よかったら、インスタの DM とか、YouTube のコメント欄で、リクエストや、ご意見や、悩み相談お待ちしております。では、皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。ちょっと花粉症で、声がガラガラなんですけども、すいません。また次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。